時は流れる。私が存在しない世界で時代は移り変わっていく。真実の記憶はお前の中にしかない。生きること絶対に諦めるな。
ルさん、無事っすね。うん。マギー。に。よし、みんな揃ったな。はい、あの辺に隕石が落ちたらしい。調べに行くぞ。遊樹隊、了解。モンスターが出るっす。気をつけて。ほら、ついてこい。おい、さあ、行くぞ。行くぞ。頭は打ってない。ちょっと休んだら起きられるよ。よかった、ありがとう。あなたはノエル、ノエル・クライス。それだけ？おう、そうだ。お礼、とりあえずそいつに言ってやって。お守りだってさ、あんたの姉さんから預かったんだ。お姉ちゃんも知ってるの？うん、ライトニングに頼まれて会いに来たんだ。どこ、どこでお姉ちゃんと会ったの？もしかしてバルハラ？お、知ってんのか。夢で見たの。あなたはお姉ちゃんからモーグリを預かって、それから隕石に吹っ飛ばされてここにいる。あの隕石があなたを連れてきたの？らしいけど、よく覚えてないんだ。何が起こったか一緒に確かめよう。うん、クボ。夢で見た場所、バルハラ。お姉ちゃんはそこで生きている。出会ったばかりのノエルの言葉を思わず信じそうになった。そんなことありえないのに。今でもはっきり思い出せる。スノーとの結婚を祝福してくれたお姉ちゃんの笑顔。でもそれは幻。クリスタルの眠りの中で私だけが見た幻。お姉ちゃんはもういない。3年前、崩れかけた国王を守る犠牲になった。お姉ちゃんはクリスタルの柱になって今でも国王を支えてる。それが現実なのに。ハンターだ。それだけ？こっちから聞いていい？どうぞ。俺、怪しいかな？ハンター？狩りが仕事なの？仕事っていうか、生きるため。俺のいた時代ではみんな獲物を飼って暮らしてた。あなたのいた時代？どうかした？感動。すげえ綺麗な伝説通り。伝説通りってどういう意味？悟空の支え、クリスタルの柱、伝説になってる。伝説ってまだ3年しか経ってないよ。セラ、無事でよかったぜ。隕石の周りからモンスターが出ているらしい。おっと、そいつは？
ノエル、私やレブロが危ないとこ助けてくれたの。ふーん。おう、ガードだ。あれ、俺って不審者？噛みついたり、獲物を横取りしたりしないって。気をつけろよ。もしものことがあったら大将にぶっ殺される。俺が守るよ、任せとけ。100年早えよ。おう、何が起きてるんだ。夢を見てるの。俺にも見える。だから夢じゃない。あ、ユージュ。おう、そいつが噂のノエルさん。ん、俺、有名人。レブロを助けてくれたんだってね。どうも、ユージュって言います。うん、よろしく。でもセラさん、その格好どうしちゃったの。おしゃれして出かけるって状況じゃないでしょ。ユージも着てみる？似合うと思うよ。え？いやいやいや、うっかり似合っちゃったらまずいよ。おっと、行かなきゃ。また後でね。ここにも失言。幻なのかな。蜃気楼で遠くの景色が見えてるとか。ここはまだ若いけど、地面は空間的に安定。こりゃ大変っす。隕石の影響か。あ、そうなんすよ。おかしいでしょ。あの隕石が落ちてから村のあちこちがこんな具合っす。マーキー、何か分かった？はあ、さっぱりっすね。何百年も時間が経ったような場所もあるし、特に変わってない場所もあるし、はあ、この世界とは時間の流れ方が違う。別の世界が混ざっている。二つの時代が重なっている。もうそんな感じだね。そう、その通りっす。違う世界が混ざってる。あそこは俺がいた世界なんだ。俺の世界には国運がない。生まれた時からなかったんだ。あの日、国運が揺らいだラグナロクの日から何年経った？今は AF3 年だから3年だよ。俺は700年ぐらい前のことだって教わった。俺が生まれ育った時代は今から700年後の未来だ。じゃあノエルは未来から来た。最後の人間さ。おい！セラ、俺が導くよ。ライトニングを探しに行こう。きっとあんたに会いたがってる。バカ言うな！そんなのありえない。ライトニング様、もうガド。くそ。お姉ちゃんはどこにいるの？これは
きの扉、ゲートだ。ゲートって、なんだ？ライトニングがいる場所は、バルハラ。このゲートの向こうで、待ってる。目をそらせなかった。ずっと消えなかった違和感の答えは、ゲートの先にある気がしたから。コクーンを見上げる大地で、スノーとの結婚を祝ってくれたお姉ちゃん。今でも思い出せる、あの笑顔。なのに、気づくとお姉ちゃんはいなかった。まるで、最初からいなかったみたいに。お姉ちゃんは、どこかで生きてるの？それとも、あの笑顔は私だけが見た幻？ノエルなら矛盾の答えを知ってるの？ノエルはコクーンのない世界から来た。絶望の未来を変えるためこの時代に来た。そう言った。時代と時代が重なるとき、そこにあるはずのないものが現れる。扉をくぐり時代を越えようとするなら、あるはずない。オーパーツを探せばいい。オーパーツ？未来を開く鍵だ。別の時代に属するも、今の時代に存在しないものがどこかにある、うん、それを見つければゲートが開いて、ライトニングのいる世界へ行ける、うん、お姉ちゃんはゲートの向こう、バルハラという世界で生きてる。ノエルの言葉、本当に信じていいの？もう会えないって一度は諦めたのに。でも信じたい。会いたいよ、お姉ちゃん。隕石の落ちた夜、いろんなことがありすぎて、みんなそれぞれの思いを抱えて朝を迎えた。おはよう。隕石のアプリは立ち入り禁止だな。調べた方が良くないですか？残念だ。みんな帰って不安がるっすよ。下手に近づいたら危ねえだろ。魔物だらけなんだぞ。スノーさんがいれば一発でみんなを安心させられたのにな。情けないこと言うんじゃないよ。村のことは私らで引き受けたんだから。おはよう、レブロ。おはよう、クポ。朝っぱらから何の勝負さ。置いてくなよ、セラ。オーパーツとかゲートとか未来から来たとか、まだ全部信じたわけじゃないよ。実は俺にもわからないことだらけなんだ。本当にオーパーツが見つかれば、自分の言葉に確信が持てるし、扉を開けてセラの疑問の答えを確かめることもできるかもしれない。だからオーパーツを一緒に探してくれないか。ところでさ、お兄さんが本当に未来から来たんなら、この時代のこと何にも知らないんじゃない？そうだね、きちんと話した方がいいかもね。助かるよ。私らはコクーンで生まれて育った。けど3年前、コクーンが空から落っこちそうになってね。人間を世話してたファルシがみんな動かなくなった。で、ほとんどの人間が地上ファルスに降りたわけ。コクーンには人が何千万も住んでたって習った。大変だろうな。そりゃあもう怖い魔物は出るし、食料も物も足りないし、いざこざは絶えないしさ。人間同士も。そう。でも今は落ち着いて、軍のわりかしまともな奴らが中心になって、コクーンの麓に大きな町を作ってるよ。それまで威張ってた連中は遠くに逃げたけどね。ここもコクーンから遠いよな。海辺に住もうって言い出したのはリーダーのスノーってやつ。コクーンでも浜辺の町に住んでたから、第二の故郷にしようってさ。スノーと私らは前から魔物退治や畑仕事をやってたんだ。それでここでも自警団みたいなことをやってるわけ。今はスノーもいないから、私たちがやるしかないんだ。本当はお姉ちゃんがいてくれたら心強いんだけどな。
ここじゃセラの姉さんは消えたことになって、なぜだ。誠心誠意答えるよ。お姉ちゃんと知り合いなの？バルハラで初めて会った。もうダメだったけど女神の名を唱えたあそこにいた。セラの姉さんって神様なのか？違うよ、ルシになって国王を守ってクリスタルになったの。だとするとバルハラにいたライトニングは別人なのか？モグ張り切ってるな。でもあれって猫だよね。あ、うちの猫もいるよ。モーグリ、何か見つけたみたい。行ってみよう。あ、オーパーツなのか？これお姉ちゃんのナイフだよ。私しまっておいたはずなのに。私は忘れない。お姉ちゃんはスノーと私の結婚を認めてくれた。おめでとうって微笑んでくれた。でも気がついたらお姉ちゃんは消えていた。最初からその場にいなかったことになっていた。お姉ちゃんの笑顔を覚えていたのは私一人だった。みんなライトニングは死んだと思ってる。うん、怖いの。私が夢を見ているんじゃないかって。現実から逃げて都合のいい思い出を作り上げて。あんたの記憶があんたの現実だ。ライトニングは生きてる。でもなんでセラだけが覚えてる？お姉ちゃんのメッセージ。クリスタルになる前に一瞬だけ幻を見せてくれたのか。でも何のために？何か気づいてほしいことがあった。不思議、ナイフがピカピカになってる。誰かが磨いてそのまま置き忘れた。オーパーツじゃないみたいだし、他を探すか。オーパーツってどんなもの？わからない。この時代にあってはならないものってことしか。ゲートやオーパーツのことは未来の仲間に聞いたの？そう、もう会えないけど、もっと話を聞いとけばよかったな。異変はみんな隕石を中心に起きてるみたいだ。
だからオーパーツもこの村のどこかにあると思う。まさか猫がオーパーツなの？そうか、猫がオーパーツを運んでるのかも。出かけよう。頼むぞモグ。スノー、ここにいたんだ。オーパーツは持ってないね。スノー、クポー。あ、この子の名前クポー。ユージが拾ってきたんだよ。ま、いいんじゃないか。うん、俺も買うの賛成っす。機材にいたずらされたら困るっすけど。よしよし。ちゃんと世話できるんだろうね。せっかく一緒なんだから、みんなでやればいいと思って。ちゃんと世話しろよ。そうそうそう。ありがとう、みんな。隠してたつもりでも、みんなにはちゃんと分かってた。お姉ちゃんやスノーがいなくて落ち込む私をなんとか励まそうとしてくれたの。おう、クポ。楽しいこともあったんだな。たくさんあったよ。コクーンの生活に比べたらずっと不便だけど、みんな一緒だから。辛くても仲間がいて心強かった。あいつらみんな大事な家族ってわけだ。うん。うん。できればここにお姉ちゃんがいたらなってずっと願ってたんだと思う。セラが心を決めたら必ず送り届けるよ。ハズレだったな。オーパーツどこにあるんだろう。モーグ、本当に頼むな。クポー。モーグリ、子供たちに反応？遊んでもらいたいだけじゃないだろうな。おはよう。みんな私の生徒、勉強教えてるんだよ。セラ先生か。みんな無事だったんだね。宿題ちゃんとやった？やったよ。セラ先生絶対やりなさいって言うと思ったんだもん。優しい先生かと思ったら意外と厳しいな。ちょっと厳しいのは私の先生もそうだったから。ん？お姉ちゃん譲りかな。俺のばあさんも先生だった。世界のこと、歴史のことを話してくれたな。おばあさんってどんな人？俺にはちょっと甘かった。50歳くらいまで長生きしていろいろ教えてくれた。50歳ってまだ若いよ。今はもっと寿命が長いんだってよな。ばあさんが生きてたらもっといろんなことが分かって、もっとうまくやれてたかな。あの子に間違いないっす。俺の目に狂いはないっす。あ、マーキー、やば、逃げなきゃ。あの子が何か持ってる。追いかけよう。なんで逃げるの。そっちは危ないぞ。そこだ。セラ先生。何をやったのかな。先生に話してごらん。ん？先生、怖いよ。下手に怒鳴るより逆に怖いな。どうして逃げたの。怒らないからちゃんと先生に話して。あの、やっぱり言えません。
先生に叱られるから。この子、マーキーってのを避けてたな。あいつに悪さでもしたか？ねえ、マーキーを見て逃げたよね。逃げたくなるようなことしたの？メカのことを教えてほしくて、マーキーのお仕事を見てたんです。それでつい。出来心でどうかしたわけか。それからどうしたんだ？叱られるようなことをしたの？叱るのは先生だって悲しいんだよ。ごめんなさい、ちゃんと話します。マーキーからあるものをこっそり盗んだんです。それで追いかけられてたのか。何を持ち出したの？このペンダントです。これ先生のでしょ？どうしてあの子がこれを？マーキーの持ち物じゃないのか？私の大事な人との約束の印だよ。俺はセラを信じる。姉さんはきっとどこかで生きてる、うん、ありがとう。これ預かって待っててくれ。必ず姉さんと帰ってくるから。そんでちゃんと結婚許してもらおう。そうしてスノーは旅立っていった。お姉ちゃんは生きてて二人を祝福してくれた。私の記憶を彼だけは信じてくれた。だから待ってるので待ちぼうけか。ライトニングもスノーもどっちも帰ってきてない。どうして探しに行かなかった？行きたかったよ。後悔してる。だったら今から行けばいい。ためらう必要はないだろう。そうだけど、でも。ごめん、最後に決めるのは俺じゃない、セラだもんな。オーパーツじゃなかったね。モグ、ゼフ長。モーグリは悪くないよ。うちの方に帰ろう。ないな、オーパーツ。代わりに私の持ち物が変な場所で見つかるし。誰かが邪魔してるんだったりしてな。まさか、この村にそんな人はいないよ。そうだな。でも悪いやつとは限らないぞ。人の仕業とも限らないよ。例えば空間が変な風に歪んでるせいかもしれないよ。それでセラの大切なものが変な場所に動いた。じゃあ誰かの大切なものと入れ替わってたりするのかな。家に戻って確かめようか。あんな鏡前はなかったよ。おい、この鏡。何あれ。クポ。どうなってるの。時の歪み、あるはずのないもの、うん、多分これがオーパーツだ。ノエルの言葉通り、オーパーツは見つかった。それじゃあお姉ちゃんとバルハラで会ったという言葉も本当なの？ゲートの向こうに旅立てば、大切な仲間とも子供たちともしばらくお別れ。お姉ちゃん、ノエルを
信じていいのかな。よし、あとはゲートに行くだけだな。結局オーパーツって何だったのかな。あの鏡、未来か過去か誰かの大事なものなのかもな。ここじゃない世界から届いたありえないもの。ちょっと怖いね。これからオーパーツでゲートを開けに行く。でもセラはまだ俺のこと信用できないよな。疑ってるならちゃんと話すから、聞きたいことがあったら聞いてほしい。あ、一つ聞かせて。ノエルの願いは何？うん、みんなが生きてる未来。俺たちは滅びの時代に生まれた最後の子供だった。仲間が一人ずつ死んで、俺が最後の一人になった時、みんなに託された願いを果たせないと知った。だから旅に出た。もしかして帰れないかもしれない。みんなが幸せになるのは無理かもしれない。でもせめてみんなが生きてられる未来が欲しい。そう願ってゲートに飛び込んだ。その時はただ夢中で、自分が願ったことの本当の意味も知らなかったけど、でもセラやこの村の奴らの暮らしを見て、絶対叶えたい願いに変わった。バルハラで会ったライトニングが俺にチャンスをくれたんだ。未来は変えられるって言葉を俺は信じる。わかった、話してくれてありがとう。名残を惜しむなら今のうちだぞ。うん、ありがとう。ゲートは隕石の落ちた場所。コクーンが見える方角を目指せばいいんだよね。コクーン、みんなを見守ってたんだ。魔物はまだいるぞ。油断するな。ノエルも無理しないでね。オーパーツが見つかったからいいけど、不思議なことがいくつかあったね。みんなの様子もおかしかったしな。異変は俺がこの世界に来てくれて始まったのか。ううん、もっと前、お姉ちゃんがいなくなった3年前から始まってたんだと思う。いなくなった。ライトニングはバルハラで生きてる。合わせてやるよ。覚悟はいいか。ゲートをくぐれば二度と戻れないかもしれないぞ。覚悟はできてる。やっぱり夢や思い過ごしじゃない。お姉ちゃんは生きてるんだ。今まで疑ってごめんね。誰にも信じてもらえない辛さは誰より知ってるはずなのに。スノーが私を信じてくれたように、私はノエルを信じる。決めたの。だから一緒に来て。ありがとう。必ずバルハラに連れて行く。挨拶いいのか。十分だよ。みんなの気持ちは分かったから。お姉ちゃんのナイフをしっかり研いでもらったし。新しいチェーンに付け替えてくれたしね。猫のスノーはご機嫌だったよ。ブラシをかけてもらったんだね。
白状したら？ほら、あんたも。セラさん、絶対そのペンダント持っていくと思ったっす。旅の途中で壊れたら大変だと思って。本当にライトニングが生きてるならよ、ナイフの手入れもしてねえのかって怒られそうじゃねえか。もしセラさんが旅に出るなら、その分俺が世話しなきゃって。ありがとう。私、行くね。未来とか、時間の歪みとか、まだよくわからない。だけど、私はお姉ちゃんに会いたい。可能性があるなら、信じたいの。必ず、無事に帰ってくるんだ。じゃなきゃ行かせない。約束する。信じ続ければ奇跡は起こる。歩き出さなきゃ未来は変わらない。任せていいんだろうな。どうかな、自力でゲートを越えるの初めてだし、こればっかりはやってみないと。おい、それじゃセラは俺が守る。傷つけたり死なせたり絶対にしない。信じてくれたセラのためにな。旅立ってくれた。確かなことなら何一つない未来を信じてくれた。私もここで戦い続けよう。時の果てで必ず会えると信じて。セラ、ヒストリアクロス、時代と時代が交差する道だよ。じゃあナイルはここを通って未来からやってきたんだ。正解、時を飛び越えてきたってわけ。セラにもできるよ。